か珍しいなって思って。これって教会だよね。うん。お邪魔しまーす。誰もいないのかな。何かイベントが始まりそうだね。あ、向こうに人がいるよ。おや、お客様でしたか。普段は工房にこもっているもので、気づかず失礼しました。ここに工房があるんですか？ええ、この建物の裏に。修道院の神父たちで、銀や貴金属の鋳造をしています。主に指輪の類のアクセサリーを売って、生活の足しにしているんですよ。どのような指輪でしょう？ついの指輪です。ほう、ついの指輪ですか。キリト君、神父さんの頭の上、金色のクエスチョンマークが出てる。やった！ユイちゃんの言ってた儀式のクエストって、これのことだよね。本当は他の話題で起動するのかもだけど、まあうまくいったからいいじゃない。お入り用でしたらお作りしますよ。普通の指輪だったらすぐ作れます。ええ、この層で手に入る金属を使えば素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが強い怪物が守っているため、材料が手に入りづらいんです。この町の西に縄張りを持つ怪物なんですが、この辺りで修行しながら、ゆっくり力をつけて戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。ええ、お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。わかってる。すぐに材料集めを始めましょうか。キリト君、準備はいい？じゃあ行きましょう。見て、キリト君。そしてその前にいるのが。でも私たちなら。うん。これは驚いた。もう持ってこられたんですか？一体どうしたらこんなに早く用意できるのですか？これは素晴らしい。そんなお二人に
急いで指輪を作りますので、ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。こちらが指輪となります。特殊な材料を使っておりますので、普通の指輪とは輝きが違いますよ。へえ、透明ですごく綺麗。やはりあなた方も例の儀式に挑戦なされるのですか？祝福の儀式ですよ。この指輪をつけたまま、禊の湖、思い出の地、絆の神殿を巡ることを言います。あなた方のようなお若いお二人がよく挑戦されていらっしゃいますよ。ここからが祝福の儀式の本番ってことかな。そしたら私たち、また一緒に頑張ろうね、キリト君。なんだ？よし。しておいたわよ。ごめんね、キリト。ちょっと怖い夢を見ちゃったみたい。すごく怖かったけど、大丈夫だよ。それに、キリトと一緒に眠れて気持ちよかった。どうかしたの？そっか。ねえ、またお昼寝しようね。キリト。